ポール・デイビス・ライアン・ジュニアは、アメリカ合衆国の政治家、建設コンサルタント。バラク・オバマ政権とドナルド・トランプ政権にて、第62代会議長を務めた。カトリックの信徒であり、ティーパーティー運動など、保守層からの支持が高いとされている。2012年アメリカ合衆国大統領選挙での、共和党の副大統領候補であった。1970年1月29日に、 ウィスコンシン州、ジェーンズビルに誕生する。建設会社を経営しているライアン家は19世紀に同州に移住しており、ライアンは5代目にあたる。マイアミ大学卒業後は政治の道に進み、ボブ・キャステン上院議員やサム・ブラウンバック会員議員に支持彼らの下で補佐官を務めた。また、1996年、アメリカ合衆国大統領選挙での共和党の 副大統領候補にもなったジャック・ケンプ会議員のスピーチライターを一時務めた。ウィスコンシン一区はバラク・オバマ大統領の地元であるイリノイ州に接する1998年に地元のウィスコンシン州から会員選挙に出馬し、選挙戦は激戦だったが57%の得票で勝利した。当選時は28歳で議会最年少であった。現在は7期目である。 ジョージ・ W ・ブッシュ政権1期目に遺産税廃止を盛り込んだ1兆3000億ドル規模の大型減税が議会で論争となった際には賛成派の急先鋒として論人を張った。憲夫元会議員の君等を青年時に受けた経緯があるためライアンは熱烈な歳出削減減税派である。2010年の中間選挙の際には共和党の選挙公約。 米国との制約の立案者の一人として作成に関与し、同年の与野党逆転へとつなげ、翌年には会員予算委員会の委員長に就任した。さらに2011年1月25日に行われたバラク・オバマ大統領の一般教書演説の際には、同大統領に対する反論演説を任されるほどになった。また2011年の反論演説は、ライアンの他に、 同党のミシェルバックマン会議員が近年対等するティーパーティー運動を代表して反論演説を行っている。候補者指名受諾演説2012年8月11日には2012年アメリカ合衆国大統領選挙における共和党の大統領候補の指名を確実なものにしていたミッドロムニーの副大統領候補となることが発表された。本選挙では 現職のバラク・オバマとジョー・バイデンに敗北した。ライアンの地元であるウィスコンシン州は接戦州の一つであるが、この選挙では獲得できなかった。2015年に会員再入委員会の委員長に就任した。議長のロゴ2015年9月25日に共和党の要するジョン・ベーナー会員議長が次回派内の保守強硬派自由議員連盟との対立から辞任を表明。 ケビン・マッカーシー院内総務が後継の意欲を示すが、マッカーシーも自由議員連盟からの指示を見込めず10月8日に出馬を取り下げる。会派をまとめられる議員としてライアンが浮上し、22日に自由議員連盟を含めた会派の大勢の指示を受けて出馬を表明。29日の会員本会議で正式に選出され、就任した。 2016年アメリカ合衆国大統領選挙、共和党予備選挙で5月4日にドナルド・トランプが指名を確実とした後もしばらく同候補への支持表明を行わず、6月2日になってようやく支持表明を行うものの、その後も同候補との認識の違いについてしばしば述べている。対してトランプもまた会員選挙予備選挙において、 ライアンへの支持表明をしばらく行わず、8月1日には、放末の対抗候補への支持の可能性を示唆もしたが、結局は8月6日に、ライアンへの支持を表明している。2017年5月4日にオバマケア、見直し法案を下院通過させる。民主党側が結束して反対するのに対し、提出した共和党側から反対20、危険1を出しての僅差の可決であった。 しかし、同法案は上院での審議が難航し、見切ったトランプ大統領が10月12日に大統領令で部分的に制度修正を行った。2018年4月11日には、同年11月の中間選挙に出馬せず、2019年1月の任期満了をもって議員を退任すると発表。保守系団体 c p a c 2 0 1 1年会合共和党員の 共通点である減税と規制緩は小さな政府志向の急先鋒。特に経済活動の壁を排除することには熱心で、キャピタルゲインへの課税撤廃を主張しているため、ログニーからそんなことしたら私は税金を払わなくて良いことになる、と言われたことがある。また、その小さな政府志向のためはっきりとオバマ政権の大きな政府志向を批判しており、 今のアメリカはメーカーよりもテイカーが多くなっていると発言している。しかし彼は幼くして父を亡くしたため社会保障制度によって養われたばかりか、卒業後政治家の秘書の下で働いてからというものの、一貫して税金による給与を手に入れ彼自身が、来産する自由市場で働いた経験がない、昇進証明のテイカーであるため、しばしばそのことを性的に攻撃されている。 メディケードペル奨学金、フードスタンプ、低所得者向け住宅の予算削減など徹底した小さな政府を目指す。これはアメリカの自由市場主義者のサッカーアインランドの思想に強く影響を受けたと発言している。日本記者クラブにて2005年には共和党のホープとしてニュースジャパンの取材を受けている。2007年には食文化の普及に 多大の功績があったとしてキッコーマンに対する感謝決議を会員に提出、成立させている。上院側の感謝決議は、東京のラスファインゴールド上院議員が提出し、成立させた。2015年、ジェナ夫人との間に2難1条を設けている。趣味はアウトドアで、狩猟の経験がある。スポーツでは、NFL のグリーンベイパッカーズのファンである。 ロック音楽ファンとして知られ、最も好きなバンドの一つとして、レイジ・アゲンスト・ザ・マシーンを挙げているが、同バンドのメンバーのトム・モレロは2012年8月に、ローリング・ストーン氏で、彼が我々のファンだとは滑稽だ。彼は、我々が20年間、球団し続けた、権力の体現者であり、我々の主張とは相入れないものだ。彼は、 我々の主張を何一つ理解していなかったのだろうと評した。2012年8月の共和党大会では、私の iPod のプレイリストは AC、DC で始まり、レッドツェッペリンで終わると語っている。ありがとうございます。